はい、リリーカップということでですね、見ていきたいと思います。秘密結社フェガム創生発注でございます。こちらなんですけれども、今回ですね、まあ、門別のあと 1200m で行われる2歳の牝馬重賞ということで、まあ、そう、この2歳牝馬の門別であと1200ってことは、まあ、エーデルワイス賞来月ありますが、このエーデルワイス賞にこのリリーカップの上位2頭が優先出走権を得られるというようなレースになっているそうです。そして今回は、まあ、そういう意味ではね、エーデルワイス賞を本当に狙ってきてるんじゃないかという馬がいる気がするってことで、こんな感じになります。まあ、軸はね、7番のハーンドルフ、まあ、出たとこ勝ち、ダート 1000m の持ち時計は全部合わせても1番手で、まあ、デビュー勝ちを収めた1戦1勝の7番ハーンドルフ、この馬が軸になってくるのではないでしょうか。まあ、キャロットファームってね、馬主欄に書いてあるんで、まあ、つまりキャロットクラブの持ち馬ですね。まあね、なかなかね、初年度で、うん、からね、地方がね、出資してみたけど、維持費がね、やっぱりかかる、まあ、400分の1になっちゃうんでね、というのもあって、まあ、その後、地方がなかなかキャロットの馬でね、僕もなんか出資してないんだけれども、まあ、キャロットのね、地方馬っていうのは、まあ、そこそこ活躍を見せている、今回はね、その筆頭がこの馬になるかもしれないですね。まあ、キャロットファーム、キャロットクラブの、まあ、ノーザンファームの育成っていうのはもう非常に信頼度が高いということでですね、まあ、このメンバーなら、まあ、次のエーデルワイス賞ですらね、狙いたいなというようなところで軸でいきたいと思います。まあ、そして1番のライトニングブルー、まあ、このコース連続2着と、まあ、堅実な馬ですね。まあ、ただね、一つ気になるのが、このコースの連続2着も含めてね、3、4回、まあ4回かな、馬券に絡んでるレースっていうのはやや外目の枠なのに対して、この1枠1番引いたレースだけ4着負けてるんですね。まあ、そう考えるとちょっと枠的にはね、少なくとも軸とか信頼度っていうのはにはね、及ばないかなということで、紐まででいきたいと思います。まあ、そして4番のサザンレイク、まあ、前走ね、この距離で連勝止まりましたが、吉原ひろと鞍上ってことで、まあ、期待度はそこそこあるのかなということで、まあ、入れておきましょう。そして6番爽やかローズ、まあ、前走の、ね、勝利は上々の時計、まあ、2番手3ぐらいの評価にはなるのかな。まあ、この距離で、ね、認定競争を圧勝してきてますしね、紐には入れましょう。そして14番のスティールグレイス、まあ、前走は、ね、1600で重賞を勝ちました。まあ、1100m で連勝している馬であるようにね、まあ、短距離この1200m 戦も期待が持てるということで、まあ、7番キャロットの馬を軸にですね、まあ、なんだかんだノーザンの育成能力を一番信じてというような形でですね、こんな感じでやってみたいと思います。そんなわけでね、この後 JRA の重賞2つはメインチャンネルフェガム TV で、まあ、こちらではね、その他溢れたもろもろをねやってますので、まあ、それぞれチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。